アルソチョチです。こんにちは、えっちゃんです。文化祭といえばいろんなあるあるがあると思うんですけれど、はい、今回はその中からいくつか紹介していきたいと思います。それではどうぞ。いらっしゃいませ。ご主人様、お一人ですか？お待ちしておりました。りっちゃんに文化祭守ろうって言ったの断られたし、もういいや文化祭なんて。すいません、タピオカ一つください。タピオカ一個です。はい、はい、タピオカ、はい、なります。ありがとうございます。あれ、午前中売ってた人だ。あれ、店番ずっとかな。まあいっか。ちょっと見て見て、クラス T シャツ完成したよ。うわ、かっけー。うわ、何これ。うわ、俺めっちゃ好きな色なんだけど。あ、この星とかすげーかわいいじゃん。なんかこの薄さもすげーかっこいいし、うん、めっちゃ欲しいなこれ。いや、もうクラス全員ちゃんと買ってね。買う買う。いやー、今日文化祭だし、イケメンとの出会いあるかもな。やっぱ女子校だし。もうお昼か。まだ全然売れてないし、イケメン来ないな。すみません、タピオカ一つください。文化祭何やるか決めた？あ、決めた決めた。何やんの？お化け屋敷。うちもお化け屋敷なんだけど。もうちょっと右上げて。あ、ちょっとそこもね、ずれてるかも。あ、いいね、そこの花。ちょっと男子、携帯見てないでやってよ。だら。いやー、もう化粧とかしてくるのめんどくさいから、もうこんなんで普段はいいでしょ。普段からこんなもんでしょ。髪の毛巻いてる？いやいや、たまに巻いてんじゃん。今日文化祭だから。いやいや、文化祭だからってそんな別にいつもと変わんないよ。ほんとうちのクラスってさ、いい女子いないよね。学校間違えたって感じだよね。いやー、今日文化祭だっけ。いや、忘れてた。マジで今日じゃあ楽しもうぜ。あ、いつもこんな感じだけど。じゃあ行こうか。悪くなったり2パターンあるけど、はい、大体文化祭でね、あんまりくっつくことって少ないかなと思います、うん、私的に。まあそうだね、うん、皆さんの文化祭のあるある他にもあるよっていう方はぜひコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。それではこの動画面白かったら高評価コメントよろしくお願いします。皆さんまたお会いしましょう。またねー。またねー。